ございます。今日は初めての、琵琶湖バスボートをちょっとお借りしてね、今まで乗せてもらうことはあったんですけど、自分で借りて出るっていうのは初めてなので、今日はちょっと竹生島っていう、ちょっと近くの島周りを中心にやっていこうかなと思います。幸いにも風があまり吹かない予報なので、安全に調光していこうと思います。わ、緊張する。じゃあ行きましょう。はい、ということでね、ここからはちょっとアフレコで解説などなどしていきながら動画を見ていこうかなと思います。で、ここね、竹生島というところについて、早速こう岬というか岩の張り出しだったり、そういうデコボコしたところの上をスイムジグで、これはこの間相模湖で使ってた7分の3オンスのスメルトヘッドにバラップスイマーの 4.2 インチをつけて、なるべくボトムを取らないように巻いてきてますね。雨が降るっていう予報だったんですけど、なんかね、降ったり止んだりで、この島に着いた時はちょうど止んでた感じですね。そんなに寒くもなく、すごく釣りはしやすい時でしたね。これはここもスイムジグで巻いていきます。一つ一つの岩が結構大きかったんで、なるべくこう岩に当てないように気をつけて巻いてきてはいるんですけど、たまにこうやって引っかかったりもしますね。これはもうしょうがないです。こういう岩陰とかから大きいバスが出てきて食ってくるというイメージだったんですけど、なかなかそんなに簡単ではないですね。大体同じコースでもちょっと沖から少しずつ近づけて 2,3 頭ぐらいは私はいつも流してますね。ここがね、水深がだいたいボートポジションで大体4メーターとか5メーターとかそれぐらいだったんじゃないかな。今の岩？今のは岩です。岩ですね。はい、雨が降ってきました。雨が降ってきたんで、もしかしたらバスはちょっと浮いてくるかなっていうので、引き続きスイムジグ投げていきます。手袋もね、いらないぐらいの気候だったので、割と2月にしては暖かい方だったんじゃないかなと思います。こういう沖の岩とかね、めちゃくちゃ釣れそうなんだけどなぁと思って。もうちょっと岩の先に投げれたらよかったかな。な
でかこのロケの時私全然喋ってないんですよね。 GoPro 撮りながら集中してたんですかね。このスメルトヘッドとバラップスイマーの組み合わせが本当に最近好きで、めちゃくちゃ動きがいいんですよね。勝手にロールしてくるんで巻くだけでもすごくいいです。早巻きしても破綻しないし、ゆっくりでも綺麗に取れる、あのロールしてるのでいいですよ。皆さんぜひ使ってみてください。ここもね、今投げたところの少し手前のところは大きく石が張り出しているので少し大きめに投げました。釣れそうだけどな。映像見てても、もう今にも釣れそうじゃないですか。はい、ここで少しリグを変えてみます。レイダウンですねがあって、魚探見る感じちょっとボトムに魚がいるような雰囲気だったので、あのストレート7インチに 5g の進化をつけてボトムをこうコンタクトさせながら泳がせてくるっていう残り具のスイミングをやってみてます。ミドスト用に使ってるバンタムの 274M プラスを使ってます。これをね、ティップが勝手にこう振ってくれるエキサルトップっていう性能が入ってるので、こういうスイミング系にはすごく使いやすいです。やっぱりスイムジグで、島周辺は幅広く探っていっております。でこの今投げたところあたりがちょうどねレイダウンがあって今引っかかってるんですけどキャストミスですね、まあ、レイダウンあってその木の先端についてたりこういう岩の影に入ってたりとか、変わらず7分の3オンスを使っております。私的にはやっぱり7分の3オンスが一番使いやすいかなって、一応これより軽いのと重いのと思ってていたんですけど、やっぱ7分の3が一番使いやすかったですね。お、来た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 
うわ、待って、食ってたんだけど、なんか急に重たくなったから。